への消毒をお願いします。咳や社員をする際は周囲に着席されている方に注意喚起をする場合があります。本日より14日間はチケットを保管いただきますようお願いします。スタンドに入るファールボールホームランボールは座席を離れて取りに行かないようにお願いします。お願いします。
さて今日はですねスワローズクルーデイということでですね、2021クルーユニオンを着て東京ヤクルトスワローズ戦っていきます。つばみちゃんもつばくろも私もそして佐藤優とね、多くのスワローズクルー会員の皆さんが、このクルーユニオンを着て神宮球場に来てくれていますね。今年はこの最後にねこのデザインを施したとてもかっこいいこのユニオンなんですけども、今日は得点がたくさんありますので、試合を楽しんでそしてたくさんのラグ今つばみちゃんが持ってくれていますランチボックスをプレゼントさせていただきます。とても可愛らしいこの、ね、ランチボックスなんですけどもまだいやそれじゃないからそういうことじゃないですから、まあでも確かに似てるけどね、はい。まだゲットしてないという方はですね、2021年バージョンのクルーユニフォームを着て対象座席の観戦チケットと会員証を持って7回裏終了までに、2番と3番入り口前に直接1回ずつありますので、こちらの方でこのランチボックス必ず受け取ってくださいね。また神宮グルメもですね2021年クルーユニフォームを着て会員証を提示すればなんと100円引きです。皆さんぜひぜひ神宮グルメを堪能して、楽しんでください。さてつばみちゃんのコーナーね、今日ももちろん、4回の裏終了後につばみちゃんと遊ぼう行いますよ。子供たちが対象でねつばみちゃんのクイズに答えるとつばみちゃんからの素敵なプレゼントもゲットできます。4回裏終了後のつばみちゃんと、遊ぼう皆さんどうぞお楽しみに。さあ昨日の試合はですねスワローズ初がとても多い試合でした。はい、そして28年目大ベテラン小池君とそのスマスコットつば九郎の登場です。28年目の大ベテランつば九郎の一言からもいきましょう。面白かったら皆さん拍手お願いします。さあスーパーグラビのつばいきますよ。はい、何すかニュースを見たら各球団外国人選手が加入してきましたねということで、はい、東京ヤクルトスワローズもそうです。サンタナ選手、オスナー選手昨日から登場しています。オスナー選手は昨日2安打、サンタナ選手は今日打ってくれるでしょう。皆さん応援よろしくお願いします。はい、つば九郎的に気になるあの人バレンティン、バレンティン選手、はい、もう日本に来てますけど、はい、探しました、探しましたよ、いました、見つけました。どこに、ファームでした。そっか、ね、ここ応援してるよ、交流戦で会いたいな、ね、本当会いたい、ね、頑張ってください、頑張って。今日明日はクルーデーです。そうです、みんなクルーユニフォームを着て戦っています。まだ、ファンクラブクルーに入会されてない皆さん、お帰りの際にぜひ加入してください。いろんな特典がありますよ。こんなファンクルーは嫌だ、お○○は嫌だシリーズいきますか。はい、入会、申し込み書を28枚書かなければならない、嫌がらせですね。あ、28年目と書いた、入会、したらタクシーで尾行される。このニュースあまり皆さん昨日から反応良くないですね。はい、入会金が、仮想通貨。これも変わりですね、嫌ですね。はい、入会すると GPS を受け込められる。嫌だね。水道橋方面に行くと電気が流れる。嫌だね。はい、今日は明日もこのクルーユニフォームを着て、試合をみんなで盛り上げていきましょう。今日もみんなでこの試合勝ちましょう。以上、つば九郎の下本でした。よしいるスターティングライナー。